アルトは、鈴木のハッチバック型軽自動車のブランド、及び社名である。初代は、フロンテの商用車版姉妹車として1979年に発売され、軽ボンネット版ブームの火付け役となって大ヒットし、以後、ワゴニアールの登場まで、同社を代表する軽自動車であった。また、ダイハツミラとは、長年のライバルであり2018年まで競合が続いていた。 アルトシリーズ累計生産台数は480万台以上で2019年5月に初代モデルの発売開始から40周年を迎えており、同年6月現在においてもハッチバック型の主力車種として生産、販売され2016年12月12日に国内累計販売台数が鈴木車で初となる500万台を達成した。本校での形式は 各世代の中から例を記す。仕様により、形式が異なるものもある。形式末尾、S はセダン、V はバン。また、本校では、以下のモデルについても便宜上記述する。販売戦略上、滅多に、正式名称で呼ばれない、派生車種、ラパンについては、当該項目を参照。1979年5月、発売。軽乗用車。 フロンテの商用版姉妹車である。形式は HSS30V、K ボンネット版と呼ばれる節税型軽乗用車ジャンルを創生し、その後の軽自動車市場に大きな影響を与えた。当時、鈴木自動車工業社長に就任して間もなかった鈴木治が社長就任後初めて人頭指揮を取って製品化に当たった新型車であり、 鈴木治自身にとっても自らの地位を確固たるものとした記念すべきモデルとなった。1970年代中期以降、日本の軽乗用車市場は排出ガス規制対策と 550cc 規格以降前後の混乱、低迷期の最中にあり、各社は在来モデルの排気量、車幅拡大などでお茶を濁す停滞に陥り、新たな展開が模索される状態にあった。 鈴木では排出ガス対策エンジンの開発が不調で、トヨタ自動車からのつてによって競合する、ダイハツ工業製のエンジンを購入して、自社の軽乗用車に搭載するなど、苦しい状態に置かれていた。1978年6月に、社長就任した鈴木治が、その打開策として企画したのが、ベーシックカーの原点に立ち返ったレンカな、新型車の開発であった。 この時点で次期フロンテとなるべき新型軽乗用車の開発が相当に進んでおり、1978年中には発売される予定であったが、鈴木治は新車発売の1年延期と企画の全面的見直しをあえて断行し、治の移行によって新型車のコンセプトには大幅な方向修正が図られることになった。当時の日本で 軽乗用車には15%を上回る、高税率の物品税を課されていた。だが、軽ボンネットバンを含む商用車は、物品税が非課税で、税制面では、格段に有利であった。鈴木ではこの税制のギャップを逆手にとって合法的に、節税できる、実質前席二人乗り軽乗用車として機能する軽、商用車という商品設定を、 企画、主に買い物や子供の送り迎えなどに、自動車を使う、主婦層の需要喚起を新たに狙った。鈴木では、開発に際しての市場リサーチで、当時、軽自動車の基本乗車人数は1から2名という、データを得ており、全席の居住性が乗用車並みに、確保できる版の市場商品性に裏付けを持っていた。価格設定も大胆なものとなった。 同時期の一般的な軽乗用車は、新車で60万円を超える価格帯で、これに、効率の物品税が上乗せされた。一方、市場調査で、当時の日本の中古車市場では40万円から50万円程度の中古車の売れ行きが良好であると判明、鈴木治はそのクラスの需要を狙い、市販価格45万円程度の廉価な新車を提供することを目論んだ。 この価格設定で利益を確保するには、製造原価を当時としても極度に低い35万円程度に抑えなければならなかった。目標達成のためなら灰皿やスペアタイヤ、エンジンまでも外せとまでの知ったとともに、鈴木治から過酷な目標を課された、開発部門責任者の稲川誠一ら技術陣は、コストダウンを最優先に、 安全上問題ない範囲での製造原価見直しを徹底追求した。基本構成は前輪駆動方式を採用した2ボックススタイルであり、車内容積はそれなりに広く、当時としてはそこそこ近代的な外観であった反面、機構的には従来モデルの旧型エンジンから基本設計を流用した2ストロークエンジン、リアサスペンションには廉価で、 コンパクトであるが急平なリーフリジッドを採用するなど、簡素な低コスト構造に徹していた。排出ガス規制が緩い商用車であるため、コストやトルクの面で有利な2ストロークエンジンの採用が容易であった。後部座席は商用車としての規制から折りたたみ式のごく小型なものであったが、実質2人乗りと割り切られていたため大きな問題ではなかった。前輪駆動だが、 パワーステアリングが小型車で一般化する前の車種であり、プレート型の2本、スポークステアリングは K を大きめとして、ラックピニオン式の操打機構ともども操縦性に配慮している。ブレーキは前輪リスク式が普及してきていた当時、ややグレードの低い4輪、ドラム式であったが、軽量車であったため、性能に見合った、制動力は確保されていた。その随所が、 従前の高額化しつつあった、軽乗用車とは全く正反対な、機能最優先に徹した、簡潔な仕様であった。少ない点数の大型プレス部材を組み立てたシンプルな、ボディの装備は、内外装とも極めて簡素に仕立てられていた。一体成形された単純な造形の、樹脂製ダッシュボードやインパネ、ヘッドレスト一体型のフロントシート、 見栄えはしないが、廉価に必要な機能を満たせるゴム製、フロアマット、ベニヤ板をセイターに使った、後部座席、廉価なグレー塗装のスチール製、バンパー、電気モーターを全く使用しない手押しポンプ式、ウィンドウ,ウォッシャーなどが特徴である。ドア等の内張りを省略できる部分は、鉄板塗装処理、ドア開閉用の鍵穴は、運転席側のみで、なくとも済む。 助手席側鍵穴は省略している。リアの跳ね上げ式、大型ハッチゲートは、アルトの利便性の一つとして PR されており、リアハッチダンパーを全車に装備していたが、このゲート上の蝶子外は露出した外付け構造として、やはり簡略化してあった。また当初は、モノグレードで、車種内の装備差別化をせず、標準装備は、ヒーターのみで、ラジオや、 シガーライターをはじめ追加装備一切は多くがディーラー志向となる50種類以上のオプションで補う設定とした。これらの取り組みの結果、当初計画の45万円は達成できなかったが、本体価格47万円という1979年、当時の新車の軽自動車としては驚異的な低価格が実現された。フロンテのサイレンカグレード車での物品税課税前、 価格より約10万円も安かったのである。この価格はそれまでの慣例を破って戦略的に自動車業開発の全国統一車両本体価格とされた点でも画期的であった。日本全国の顧客に平等な価格を提示できると共に全国の媒体で等しくあると47万円と銘打った効果的宣伝が可能となったのである。さらに 物品税非課税のメリットが加わり、競合車種となる、他社系乗用車との実質価格差は著しいものとなった。女性ユーザーへのアピールを念頭に赤をイメージカラーに採用したアルトが発表されると、その異例な低価格は市場に衝撃を与えた。発売後の販売台数は、当初目標の月間5000台を軽く凌駕して18000台を記録ほどなく、 大量のバックオーダーを抱える人気車種となった。増産のため、工場増築が緊急に行われたほどである。アルトの成功を受け、他の軽自動車メーカーも追随して、同様のコンセプトの軽商用車を発売し、セカンドカー需要を開拓した。またアルト売上げによる着実な収益で、日本の自動車メーカーでも唯一にストロークエンジンを主力としていた鈴木は、 工場設備投資による4ストロークエンジン生産体制拡充に取り組み、アルトも含めた主力車種エンジンの4ストローク切り替えを早めることができた。ゼネラルモーターズは後のサターンとして結実する未経験の小型車開発にあたり、世界各社の小型車を徹底的に分解し研究していたが、その中の一つであった。 このアルトの設計に驚愕し、鈴木との提携を決めたと言われている。鈴木は OEM 契約を結び、GM のロアエンドにあたるジオブランド向け車種の生産を担当した。累計販売台数は約84万4千台1984年9月 71V 型にフルモデルチェンジ。全車4ストロークエンジンを搭載。 一部車種に回転ドライバーズシートを採用した。また、スポーティーグレードの S には12インチラジアルタイヤハーフホイールカバー付け12インチスチールホイールおよびアルトとしては初となるフロントディスクブレーキおよびタコメーターがそれぞれ標準装備となる。CM 出演者は小林や美。1984年12月四輪駆動を追加。 発売当初は、スノーライナーシリーズと呼ばれていた。プッシュボタン式のパートタイム方式で、今回から4輪駆動車にフロントディスクブレーキ及び、オートフリーホイールハブが採用された。1986年7月にマイナーチェンジを受け、72ボルト型となる。異業ヘッドランプの採用と、フロント周り及びインパネの変更を行い、 軽自動車発の気筒あたり4バルブ化された3、気筒 DOHC エンジンを搭載したツインカム 12RS シリーズを追加。これと同時に、既存のアルトターボはグレード名をターボ SX に改名。リアサスペンションには、新開発のアイソトレーテッドトレーリングリンク、仕切りジッドコイルサスペンションを4リンク動車及び、スポーティーグレードを含む。 全輪駆動車の一部の上位グレードに採用。上記のツインカム 12RS の登場に伴い、既存の3気筒搭載 1C シングルキャブレター仕様のエンジンを搭載したスポーティー風グレードの S が廃止。1988年9月にフルモデルチェンジを受ける。初期の CM 出演者は朝香ゆい、ポパイとオリーブ。3代目は ホイールベースを一気に伸ばし、当時の軽自動車の中で一番長くするとともに、モデルバリエーションに、従来のレジーナなどに加えて、国産車発の両側スライドドアを持つ、スライドスリムを回転ドライバーズシートと合わせて新たに、加えた。エンジンは先に3台目セルボに搭載された F5 バイト型直列、3気筒 SA1C12 バルブを一部のグレードに、採用した。 このモデルからは2代目以降のマツダキャロルのベースモデルにも採用された。ワークスは独立車種として標準モデルのアルトとは異なるデザインになり丸型2頭のヘッドランプにエアロパーツで武装した外観を持ち仕様に関しては F5 バイト DOHC ターボの r s 系は従来の過激さそのままだったが F5A、サイ HC ターボも設定された。 1989年4月、消費税施行に伴い物品税が廃止されると、ボンネット版の減税メリットが薄れたため、アルトにも5ナンバー車を設定し、フロンテはアルトに統合される形で生産、販売ともに終了となった。これによって、従来のモデルの大半が5ナンバーに切り替わったため、グレード名称の最後に S が付加、さらに、 5ドアンを廃止する代わりに5ドアセダンを4車種設定するなど、セダン重視のラインナップとなる。1990年3月にマイナーチェンジを受ける。CM 出演者は、井森美幸に変更。新規格化に伴い、エンジンを 550cc の F5 バイト型から 660cc の F6A 型へ変更。さらにフロント部分を大幅変更。 前後バンパーも大型化して、新規格に対応。ワークスも、バンモデルから常用後ナンバーモデルへと変化。軽自動車発の運転席、SRS エアバッグと、同時期のダイハツミラ TRXX 同様、4輪 ABS がメーカーオプション設定される。レジーナに5ドアを追加設定し、スライドスリムは、右側のみを、スライドドアとし、 左ドアを5ドアのボディパネルに変更して、1、2ドアの形を取った。スライドドアにパワークロージャー機構を採用し、使い勝手を向上させている。1991年11月、5ドアの B ピラー以降の全高を1600ミ、mm、リメートルまで高め、加湿容積を拡大した、ハッスルを追加。コンパクトカーが大きな荷箱を背負った。 フランス車に多く見られるフルゴネットスタイルは、欧州では、大衆的な存在だが、日本ではこのハッスルを含め数例の市販車があるものの、主流となり得なかった。ハッスルのボディは、すべてサンドアで、バンの、フ、ワゴンの、ストリートと、レノー、各グレードがあり、定員、トランスミッション、駆動方式の違いで、軽重車種からなる。 通常のアルトを改造して生産する特装車扱いとなる。また、ワークスには青色のボディカラーの設定があったがこれは1990年の1年間の限定生産であった。形式からわかるように、このモデルは後に登場したセルボとプラットフォームが共通である。1994年11月にフルモデルチェンジを受けた。5度ア車では特徴であった。 リアクオーターウィンドウが廃止されたが、全体的には、仙台からのキープコンセプトで、ホイールベースを含むボディサイズも、仙台から据え置かれている。レジーナや、スライドスリムなどのバリエーションはなくなり、3ドアと5ドアの標準モデル、そしてスポーツモデルの、ワークスのみとなる。内装では、仙台後期型のオーディオスペースは2ディーンであったが、こちらは1ディーンとなっている。 ワークスの上級グレードとなる RS-Z のエンジンは、新開発のオールアルミ製直列3、気筒 DOHC12 バルブインタークーラーターボの、K6A 型 660cc エンジンとなり、エキュモ16ビットへ進化、最高出力 64PS、6500rpm、最大トルク 10.5kgm、3500rpm を発揮する。なお、 F6A、再 1>, 1 c インタークーラーターボの IES のエキュは従来通り8ビットのままであるが、最高出力 64PS、6000rpm、最大トルク 10.0kgm、4000rpm と、先代の再1 c モデルよりも性能が向上している。標準モデルの CM 出演者は、わし伊佐子。先代は、ベストアルトのコンセプト通り大ヒット作となったが、 コスト削減の影響と、新ジャンルを築き上げたワゴン R の登場によってやや、影の薄いモデルとなってしまった。1998年10月7日、軽自動車企画改正とともにフルモデルチェンジ。初期の CM 出演者は、小泉京子。この方から松田へキャロルとして、OEM 供給が開始される。エンブレムとグレード体系、装備設定の有無。 ターボ車グレードの設定がないなどの違いはあるが、機構、機能面などの基本部分は両者とも共通。改正に伴い当然ながらサイズはアップしたが車両重量は極力抑え最小回転半径も4.2メートルにするなどの改良も行われている。最上級グレードのエポピーにはオートエアコン、後席分割シート、シートベルトアジャスターを装備した。また、 SC には DOHC リーンバーンエンジン搭載車を設定し10.15モード測定値で 29kmL の低燃費を実現。スポーツ仕様のワークスはエンジンに可変バルブ機構ドライブバイワイヤーを採用し軽自動車としては究極とも言える高性能化を図った。ただし今回は競技使用者であるワークス R の設定はなくなった。 コスト削減のため、前輪駆動車、四輪駆動車とも、ボディ構造が同一となったため、従来は異なっていた、前輪駆動車、四輪駆動車の形式が同一となる。なおにシーター、SC の 4MT 車は、ニーズの少ない可能性が高いためこの台より、受注生産となる。先代モデルのパワーウィンドウなし仕様やバンはドアに、 ベニヤ板とビニールを貼っただけの仕様であったが、プラスチックながら、全グレード成型ドアトリムになるなど、内装の質感も向上した。またバンのエアコン装着車やセダンには、エアコンの装置にエアコンフィルター挿入口が実装され、標準で、フィルターが付属するようになった。安全装備は登場当初はすべて標準装備では、 なかったものの一部の廉価グレードを除き運転席、エアバッグのみならず、助手席、エアバッグ、シートベルトプリテンショナー、ABS が選べるようになり、販売店独自の特別使用者の一部では全て装備、される場合もあった。2000年12月5日にマイナーチェンジを受ける。フェースリフトを行い、エンジンは、全車、オールアルミ製の K6A 型。 DOHC エンジンに統一されワークスを含むターボモデルは廃止される。これにより国土交通省の有低排出ガス車認定を軽自動車で初めて取得。ワークス、アルト c エポピー2が廃止されオーソドックスな実用モデルのみの設定となる。また上級仕様を装備しつつ価格を抑えたシングレード21世紀記念スペシャル LX を新設定。 なお、ワークスの名称は生産終了から約2年のブランクを経てクロスオーバーモデルの K ワークスへ引き継がれ2005年1月の生産終了まで約6年10ヶ月間にわたって生産・販売された。またこの型の番は車重が特に軽量であることから改造ベースとしてよく用いられる。5代目の累計生産台数は54万2000台。 2004年9月13日にフルモデルチェンジを受ける。このモデルより、長年ラインナップされていたサンドアシャやニシーター、エアコンパワステなしの仕様が廃止される。また、グレード体系も見直し、E、G、X となる。変速機は、E、G は5速 MT と3速 AT の2種類。X は、電子制御式4速 AT のみの設定。 室内光は5代目に比べ 30mm 高くなっている。ボディカラーのムスクブルーメタリックはオートカラーアウォード2005でオートカラーデザイナーズ賞のエクステリアカラー部門を受賞している。5代目に引き続き松田にキャロルとして OEM 供給している。エンジンは先代に引き続き全車 K6A 型 DOHC エンジンを搭載するが先代に存在していた。 VVT 仕様と、リーンバーン仕様、液晶付きフルオートエアコンは、この台ではそれぞれ廃止されている。キーレスエントリー未装着車は、キーシリンダーが、仙台同様3箇所設けられているが、キーレスエントリー装着車は、運転席ドアのみとなり、バックドアにドアハンドルが設けられたことで、室内用バックドアオープナーは廃止された。2005年1月12日、バンも フルモデルチェンジ。この台からバンも5ドアとなり、16年ぶりに5ドアバンが復活する。ボディカラーは、スペリアホワイト一色のみの設定で前後バンパーには、同社のキャリー同様、塗装は、ガレの心配がない白色樹脂を使用している。先代では、メーカーセットオプション扱いとなっていた、運転席、助手席、SRS エアバッグは、標準装備となったが、 四輪 ABS はメーカーオプションでも用意されない。6代目の累計販売台数は約27万台。2009年12月16日フルモデルチェンジ、同日より販売開始。月間販売目標は7000台と発表されている。グレード体系はセダンが E、F、G、X の4グレード、ンは先台同様、VP のみを設定する。 本題でも K6A 型エンジンを引き続き搭載するが、6代目で一旦廃止となっていた VVT が再搭載され、インテークマニーホールドの形状変更により、吸気効率を高めた。また、トランスミッションも5代目以来となる CVT 車が再設定されたが、パレットで採用された、ジアトコ製の副変速機構付け CVT へ変更された。AT 車は、 全車4速に多段化されるとともに、ロックアップ領域の拡大を行った。ボディも、空力特性に配慮した形状と板厚の見直し、高張力鋼板の使用拡大などにより、軽量化を図ったことで、バン、VP の全輪駆動、5MT 車を除く全車で、平成27年度燃費基準を達成。バン、VP は、平成17年基準排出ガス75。 パーセント低減レベル認定を同時に取得した。より丸み帯び、ヘッドランプが防水型となった。フロントフェイスは F 以上のグレードと E、版 VP で異なる2種類のデザインを採用している。F 以上のグレードに標準装備される CD プレイヤーはインパネ中心部の造形に合わせた専用デザインとなった。また、シンプルな大型スピードメーターは 白地となり、インフォメーションディスプレイは、瞬間燃費、平均燃費、走行可能距離の表示機能を追加した。フルモデルチェンジに合わせて復活した、最上級グレードの X は、アルトでは、初となる、キーレスプッシュスタートシステムやイモビライザーが、装備されたが、コスト削減のためにリアワイパーは4輪駆動車のみ、装着となった。2011年11月24日、 低燃費仕様の派生モデルアルトエコを追加。初期の CM 出演者は、カリナ、小林セ蘭、西田敏行。2014年によりベッキーに変更。グレード体系は、エコ L とエコ S の2グレードを設定する。エンジンを3代目 MR ワゴンで採用された R06A 型へ変更し、時速 9km 以下でエンジンを自動停止する。 停車前、アイドリングストップシステムを搭載。省電力化を図るため、リアコンビランプとハイマウントストップランプを LED 化し、燃料ポンプを軽自動車では、初となる、省電力型に変更。エンジンの変更に伴って、エンジンルーム周りの骨格も一新し、燃料タンク容量を、標準車の30リットルから 20L へ変更するなど、 各種部品の軽量化を徹底したことで、G の CVT 車に比べて 20kg の軽量化を達成するとともに、車高を 15mm 低くし、フロントバンパーの形状を変更して、空力性能の向上を図り、足回り部品やタイヤを変更することで、走行抵抗を低減した。これらにより、JC08 モードで 30.2kmL を実現した。 アイドリングストップシステムには、鈴木車発となる、新機構スターターモーターが搭載されており、停車前、アイドリングストップ作動中でもブレーキを緩める、ハンドル操作をする、などの操作で瞬時に、エンジンが再始動し、スムーズな再加速ができる。この他エンジンの再始動は、トランスミッションの S モードスイッチ入り、ドア会でも行われる。また、 坂道発進の際の後退を抑制するヒルホールドコントロールを追加装備している。なお、燃費性能は改良を重ねるたびに向上しており、2013年2月のマイナーチェンジで 33.0kmL に向上、同年11月の一部改良で 35.0kmL に向上されている。このアルトエコは株式会社イードが運営する。 登録会員が、それぞれの実生活で得られた愛車の自燃費を、インターネットを介して、入力、管理する、燃費管理サービス、E 燃費が主催する、E 燃費アワード2013から2014の、軽自動車部門において 22.6kmL を記録し、同部門で1位になった。なお、この数値は、同アワードで、新型車部門と、 ハイブリッド車部門の2巻を獲得したトヨタアクアの記録を上回って、当年度のアワード全部門の中でもトップの人年費を記録し、ハイブリッド車を上回る実燃費の高さが証明される結果となった。2015年2月16日に発表された E 燃費アワード2014から2015では、前年を上回る 23.2km。 L を記録して、軽自動車部門で2連覇を達成するとともに、総合部門でも、ハイブリッド車部門で1位となったトヨタアクアを上回り、総合部門でも2連覇を達成した。ボディカラーは、アルト、アルトエコ共通で6色を設定するが、アルトエコでは、ホワイト系が、アルトのスペリアホワイトに変わり、緑味を帯びた、専用色のリーフホワイトが設定される。なお、 スペリアホワイトは2013年5月の仕様変更により、アルトエコにも設定されるようになった。また、同年11月のアルトエコの一部改良に伴い、ミルクティーベージュメタリックとブルーイッシュブラックパールサンをアルト専用色に移行するとともに、アルトエコには赤系のフェニックスレッドパールとピンク系のシャンパンピンクパールメタリックの2色を追加し、 専用色を3色に増やした。OEM 車種については発表翌日に、キャロルも本体ベースにモデルチェンジされ、2012年11月には、低燃費仕様の派生モデルである、キャロルエコが追加された。アルト x 2 0 1 4年12月12日に、フルモデルチェンジを予告する、プロモーションサイトが開設され、同年12月22日に発売。 OEM 車種のマツダキャロルについてもアルトから遅れて3日後にフルモデルチェンジを発表し1ヶ月遅れで販売を開始した。2015年3月11日には5代目以来約14年3ヶ月ぶりとなるターボ車ターボ RS を追加発売。同年12月24日にはアルトワークスが約15年のブランクを経て復活した。これによりバリエーションは セダン版ターボ RS ワークスの4つに増え、特にホットハッチモデルに関しては歴代初の2モデル体制となったが、ターボ RS は2018年11月をもって廃止され、ワークスに統一された。商用モデルのバン VP に関しては、かねてからの販売低迷を理由に2021年7月30日をもって生産終了。 同年8月12日に販売終了となり、軽ボンネット版としてのアルトの商標は8代42年の歴史に幕を下ろすこととなった。以降、アルトは派生車種のラパンを含めて常用モデルのみのラインナップとなっている。9代目ではホットモデルのワークスを廃止。バンも8代目末期ですでに廃止となっており、最初から全グレードが5ナンバーとなった。 外観はラパンのような丸みを帯びたフォルムに楕円形のモチーフが取り入れられたスタイルとなりフロントフェースは一部のグレードにメッキフロントバンパーガーニッシュが採用されヘッドランプも一部のグレードに LED が採用された8代目同様に最上位グレードにはスポーク形状のアルミホイールが装備されるまた8代目では リアバンパーに組み込む形で横型に配置されていた。リアコンビネーションランプは7代目以来となる。リアバンパーから独立した中央配置の縦型に戻され、8代目ではアンバー色となっていた。フェンダーサイドターンランプも7代目以来となるクリアに戻された。内装ではインパネとドアトリムにネイビーが採用され、シートは表皮にデニム調、背面をブラウンとしたに等にしようとした。 八代目で落とされた前後は、再び高くなり、50mm 拡大している。それに合わせて、車内口が 45mm、フロントドア開口部の高さが 20mm それぞれ、高くなった。合わせて、室内幅も 25mm 拡大されたが、最小回転半径は8代目から 0.2m、大きい 4.4m に抑え、小回り性は継承されている。 また、バックドアセンターピーラーサイドドアで、それぞれ感情構造を形成する、感情骨格構造とすることで、ボディ全体の合成が向上され、ボディのルーフパネルとルーフメンバーの接合部に、光源水マスチックシーラーを採用したことで、小盛り音や雨音が低減された。パワートレインは、R06A 型エンジン。 N チャージを構成するガソリン車に加え、RA6D 型エンジンいすぐで構成された、歴代のアルトで初となる、マイルドハイブリッド車を新たに設定。加速時に、モーターがエンジンをアシストする機能が備わったことで、2WD 車は、WLTC モードによる燃料消費率で、軽自動車ナンバーワンとなる 27.7kmL を実現し、軽自動車で初となる、 2030年度燃費基準95%達成者となった。なお、トランスミッションは一部のグレードに用意されていた 5MT や 5AGS の設定がなくなり CVT へ一本化された。予防安全技術、鈴木セーフティサポートは8台目から強化され、衝突被害軽減ブレーキは夜間の歩行者も検知可能なステレオカメラ方式の デュアルカメラブレーキサポートとなり、他の装備を含め、全グレードに拡大して、標準装備された。エアバッグは、運転席、助手席、SRS に加え、フロントシート SRS サイドと SRS カーテンを、加えた6エアバッグに増強。また、全方位モニター用カメラや、標識認識機能を備えた、ヘッドアップディスプレイのメーカーオプションが追加された。 トレイを助手席インパネやフロアコンソールにも設け、運転席、助手席のドリンクホルダーは紙パックにも対応。大型のスマートフォンも収納可能なインパネセンターポケットを設けるなど収納スペースを充実化させた。オーディオは全車レス仕様が基本となり、日本国内の鈴木車で初となる7インチのディスプレイオーディオをメーカーオプションに設定。 ラジオや Bluetooth 接続による音楽再生、ハンズフリー通話に加え、設定時に一緒に装備されるバックアイカメラまたは全方位モニターの映像が表示されるほか、燃費や渡航可能距離、エンジン異常などの車両警告情報の表示が可能。さらに、Apple CarPlay や Android Auto に対応しており、スマートフォンとの連携により、地図アプリの表示も可能となる。 なお、8代目まで、標準装備となっていたラジオ付け CD プレイヤーは、販売店アクセサリーの純正オーディオでの対応となった。日本国外で販売されてきたアルトは、日本仕様とは異なる部分がある。日本国外向けの初代は SS80 型となる。これは、SS40 型フロンテをベースに 40PS を発揮する直列3気筒796。 CC エンジンを搭載したもので、ヨーロッパでは1981年から1984年まで販売された。インドではマルチウドヨグによってマルチ800として、パキスタンではパックスズキによってスズキ FX として製造が行われた。日本国外向けの2代目は CA91-92、CB91-92 CB 型、CA71、71 72型フロンテをベースに 796cc エンジンを搭載した。インドでは2代目マルチ800として、パキスタンではメヘランとして生産された。また、中華人民共和国では、長安義社、キツリン広北機械省コナンコナ南義社によって生産された。ヨーロッパでは1984年から1993年まで販売されたが、 日本市場向けが CL11 型にモデルチェンジしてからはインドからの輸入に切り替わった。CL11 型は大有国民車が大有ティコとして大韓民国、ポーランド、ルーマニア、ウズベキスタンで生産した。中国ではティコがアンキアス派セギ社によってアン、 ハセのネーミングで1994年から2003年まで、及び、親会社の公費記者によって、百里のネーミングで1999年から2004年まで、生産された。また、エジプトのスペランザ社でもライセンス生産された。1994年から2002年にかけては、セルボモードをベースに1リットルエンジンを搭載した、車種が、ヨーロッパ向け3代目アルトとして、 インドから輸出された。なお、この車種はインドでは、全の社名で販売された。インド市場で最初に、アルトの社名を冠した車種は2000年に登場した。ハ12型をベースに、直列3気筒 F8D 型 796CC エンジンを搭載しており、新興国向けには、こちらが輸出された。ヨーロッパ向け4代目アルトは、 直列4気筒 F10D 型 1061CC エンジンを搭載したモデルがインドから輸出され、2002年から2009年にかけて販売された1.1リットル車はインド向けにも上級グレードとして設定されたが、やがてカタログから落とされ、2010年8月に直列3気筒 K10 バイト型 998CC エンジンを搭載した車種が、 アルト系1 0としてデビューした。アルト系1 0もまた新興国向けに輸出されている。ハ12型はパキスタンでも製造が行われていたほか、コロンビアではゼネラルモーターズによって現地築見立てが行われて絞れーアルトとして販売された。ヨーロッパ向け5代目アルトは2009年から2014年にかけて販売された。 インドでマルチスズキエースターとして販売された車種の日本国外版であり、ラテンアメリカなど一部地域ではセレリオとして販売された。なお、同車種の後継は全世界でセレリオの社名に統一される。2019年6月15日にパキスタン向けアルトが発売された。スズキの海外拠点で初めて現行の日本における軽自動車規格と同一のボディ。 排気量を採用したモデルで8台目アルトをベースに、ボディとエンジンは日本仕様と同じだが、前後バンパーの材質を樹脂製から後半製に変更し、さらに最低地上高を高くするなどパキスタンの道路事情に合わせて仕様が変更されている。トランスミッションは 5MT と AGS の2種類が設定されている。マルチスズキインディアで製造、開発され、 フィリピン、ラテンアメリカ諸国など新興国向けに輸出されている。2012年10月16日、マルチスズキインディアはアルト800を発表した。コードネーム A3 として開発された、この車種は2000年9月から販売されている、マルチアルトの後継車種であり、2014年1月18日にマルチ800が製造を終了した後は、 マルチスズキのエントリーモデルともなっている。エンジンは F8D 型を引き継いでいる。製造はグルガーオン工場にて行われる。2014年11月3日、マルチスズキインディアは新型アルト K10 を発表した。新しい K10 はアルト800をベースとしながら、新デザインのフロントマスク、テールライト及びダッシュボードが与えられている。エンジンは、 計10バイト型1.0リットル直列3気筒で最高出力 68PS、最大トルク90 n m メートルを発揮する。CNG 仕様も設定されており、CNG モードでは最高出力 59PS、最大トルク78ナノメートルとなる。トランスミッションは5速 MT に加えて、オートギアシフトと呼ばれる5速、AMT が用意される。 AGS が設定されるのはインドでは、セレリオに続いて2社種目となる。ありがとうございます。